はい、初心者のための音楽サービス専門店平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。今日はですね、うちの平瀬楽器の藤原台センターっていうところに来てます。今日は、この藤原台センターの中をちょっと見ていただこうかなと思います。それでは探検に出発しましょう。まず入り口こんな感じです。ピンクのクジラが目印です。店の中に入りました。レジがあって、楽器があって楽譜があって、いろんなグッズを売ってます。今一押しなのがこれ、この楽譜が売れてます。売れに売れて売り切れです。生徒さんが塗り絵してくれてますね。それでは教室の方に行きましょう。長い廊下が続いています。ここの教室はですね、全部で15部屋教室があります。まず一番最初、手前の一番の部屋から見てみます。ここの部屋はですね、主に小さいクラス、1歳とか2歳とか、そういう小さいお子さんのクラスとか、あとセミナーとか、やったりするクラス、教室ですね。割と大きなお部屋で、グランドピアノがあります。ただ広いお部屋ですね。続けて2番目の部屋、ちなみにこれは発表会に写真が飾ってあります。2番目の部屋です。2番目のお部屋はグループレッスンのお部屋です。ここはエレクトーンが 1,2,3,4,5,6 7台飾ってあります。飾ってが置いてあります。ここの藤原センターはこういうふうな、エレクトーンがたくさんある部屋が3部屋あります。はい、続けていきます。次はここの角を曲がりまして、はい、3番目の部屋、ここは小部屋です。ピアノが1台だけ入った小部屋、個人レッスンの部屋ですね。続けてこちら奥に行くと4番目の部屋、こちらはですね、エレクトーンとピアノが入ってます。こちらも個人レッスンの部屋です。続けてこちら5番目の部屋は、中に入ると、はい、グランドピアノが1台ダーンとあります。ぴったりですね。ここも個人レッスンの部屋です。はい、ここを出て、はい、次6番目の部屋、6番目の部屋もピアノ1台、7番目の部屋も同じくピアノ1台の部屋になります。はい、では元の廊下に戻りまして、廊下をどんどん進みます。続いては8番目の部屋、8番目の部屋も先ほどと同じようにエレクトーンがたくさんあるお部屋です。ここは 1,2,3,4,5,6,7 台、8台とピアノがある部屋です。このお隣、はい、9番目の部屋も同じように 1,2,3,4,5,6,7,8 台、あります。9台、9台のエレクトーンと、ピアノがある大きなお部屋です。この2番と8番と9番が、ヤマハの音楽教室で使っているお部屋になります。